おっさんと若者です。お願いします。私ね、75歳のおばさんなんですけどね、芸名がおっさんなんですよ。ややこしいけど堪忍してくださいね。おっさん、おっさん、夏休みの宿題も終わった？なんでやの、私小学生違うよ。私は後期高齢者。もう75になったら医療費も1割負担で、もうすごくゆとりのある生活できて、これでね、旅行行きたいんやけど、この世の中行かれへんからね。じゃあさ、おっさん、ここで旅行の気分味わせてあげますよ。いや、ほんま？おっさん、うん、あ、じゃあ、目閉じてください。あ、私のね、希望言うてもいい？どこ行きたいですか？沖縄がいいわ。沖縄ですか？うん。じゃあ、イメージしてくださいね。はい。ザーザー、ザーザー、聞こえますか？波の音ですよ。ザーザー、何やな。うん、あ、前からかわいい動物会に来てくれました。触ってください。あ、沖縄やからヤンバルクイナかな。鹿です。なんでもう鹿言ったら奈良やないの。沖縄は違うの。おさん、ほな右の前に有名な神のシンボルあります。触ってください。あ、これシーサーやん。大仏です。もうなんで大仏言ったらまた奈良やないの。まあ大仏言ったらご利益あってええけど、奈良ちゃうんやん。おさん、お腹空いてません？もうお腹空いてます？ちょっと空いてきたかな。もう名産でコリコリして美味しい食べ物あるんですよ。どうぞ。あ、コリコリしてな。あ、耳がかな。奈良漬けです。もう奈良漬けって奈良やないの。もう奈良ばっかしで沖縄はどこ行ったん。ちょっと移動しましょうか。ザバーン、気持ちいいですよ。泳いでください。あ、うわ気持ちいいな。海水浴かな。琵琶湖です。もう死が奈良からもう移動してきたもんやから、沖縄ってどこ行ったん。もうほんまにもういい。もうすみません。はい、もうなんかくれへんの。お詫びのチンスコです。チンスコ。